今日はベリテクールの裏毛のスウェットパンツをご紹介したいと思います。生地の特性としましてはオーガニックコットンの空防紙で作られているそうで、その空防紙というのが糸の外側を強く、内側を空気を含んだように柔らかくなっている糸なんですけれども、確かにこう履いてみると生地の表面が少しこう柔らかいというよりはシャリッとした質感でして、内側は裏毛のとても保温性のある温かい柔らかい肌触り、履いてみて実感しています。でこちらのパンツの裾はゴムが通ってるんですけども、こちらは身長高い人でも小柄な方でもバランスの取りやすいようにっていう風な意味合いでこういうデザインで作られているそうです。フルレングスで履いてもいいですし、ちょっとこう靴下の長さを使ってよし、こう上に持ち上げて止めてみてっていうような履き方をしても良いかもしれません。チュニックやワンピースの下のアンダーパンツとして使えることももちろんなんですが、今日は少し、着丈が長くないブラウス、チュニックを使って少しパンツメインのような感じのスタイリングにしてみました。